お待たせしました。発車します。ご注意ください。本日は気バスをご利用いただきありがとうございます。次は梅田新道、宝石、時計、貴金属の買取、販売、一方前縁結びのお箱天神へお越しの方はお降りください。起爆剤は誰でも安全で安心してご利用いただける場所とするため、人に優しい運転に努めています。乗客の皆様もお年寄りや体の不自由な方に座席をお譲りくださるなど、ご協力をお願いします。ちょっと買い物しとって出たら真っ暗になったね。もうね、早いわ。びっくりした、ほんまに。この街は53号系統渡辺橋方面です。
客様に便利にご利用いただけるよう車内でカード乗車券を販売しております。お買い求めは枕停車所から運転手にお申し込みください。なお、釣り券のいらないよう料金をご用意ください。次止まります。お降りの方はバスが完全に停車し扉が開くまでそのままでお待ちください。
中之島駅なんですよ。皆様のご理解をお願いいたします。前はそれやったね。次止まります。お降りの方はバスが完全に停車し、扉が開くまでそのままでお待ちください。
ありがとうございます。懐かしい。本日は気持ちをご利用いただきありがとうございます。次は土佐堀三丁目、土佐堀三丁目。大阪名物大和煮の江戸産大和屋へお越しの方はお降りください。Yeah.
渡辺バス西です。交通局からのお知らせです。しばしでは車内で敬老優待乗車証 IC カードへチャージしていただけます。チャージはドアが開いてから降車の際に運転手にお申し付けください。チャージは千円札でお願いします。このバスは環境に優しいバスです。停留所や信号待ちなどでエンジンが自動停止することがありますので、皆様のご理解をお願いいたします。取り扱い堂島花壇前です。定期券をご利用のお客様は運転手に分かりやすくお見せください。ひったくり被害が多発しています。カバンは
車道と反対側にしっかりと自動的に料金が割引になるレインボーカード、回数カード、ピタバカードが便利です。ぜひご利用ください。ありがとうございました。大阪駅です。お忘れ物ないようにお願いします。